こんにちは。大阪府守口市の総合整体サロン、グリスの竹谷です。本日もご覧、動画をご覧いただきありがとうございます。今回は頚椎症や頚椎ヘルニアは、再発するのかということについてお話しさせていただきます。頚椎ヘルニアですね、頚椎症、一回治って安心してたら、またね、数年後に再発したとか、ひどい場合には1ヶ月後に再発した。1ヶ月後というのは、これはね、もう逆に言うと1ヶ月前のやつは本当に治ってたのかという話になるんですけども、やっぱりそういう例というのはあるんですね。で、なんで再発するのかっていう話にもなってくるんですけど、まず今回はですね、再発するのかどうかっていうことについてお話しさせていただきます。これはですね、必ずとは言えないですけれども、再発可能性は非常に高い。で、それが何年後というのはね、これはもう人によって変わってきますし、何とも言えないところなんですね。例えば、30代の人がたまたまヘルニアになって、初発で出たという人が、その人と、あと50代になって初めて頚椎病の症状が出たという人と、ここでね、やっぱりその年齢差っていうのは非常に大きいんですよね。どっちの方がやっぱり再発しやすいかというと、やっぱり50代の人の方が再発はしやすいですね。だから、かといって30代の人は再発しないのかっていう、そういうわけではないし、もうここはですね、本当に個人の差っていうのは非常に大きいと思います。で、これもですね、根本的なことから言うと、その、頚椎病の頚椎症が発生した原因ですよね。そこがまず、大きな違いになってくるんですけれども、昔の事故であったり、そういったもの、怪我とか、そういったことから発生することもあるし、何の事故とか怪我もしていない。いうのに、発生することもある。で、例えば事故、怪我は思い当たりがない。でも、昔結構ハードなスポーツをしてた。例えば特に、うちでも多いのがね、サッカーとか、やっぱり原因になってる人多いに違うかなと思いますね。サッカーって、昔サッカーやってたっていう人が気張る人多いです。あと、野球も意外と多いですね。野球、サッカー、当然ながらそのやってる人口が多いっていうのがあるんですけれども、比率的に多い違うかな。ほんで、あと、30代では少ないですね。特に、40代と50代以上になっていくところも圧倒的に多いのはゴルフですね。ゴルフのやってる最中、もしくはやってた後に、痛みしびれが出てきたっていうと圧倒的に。っていうことになってくるんですけども、その原因となっているところがどこにあるのかっていうのが、ね、まず根本的にあるんですね。なら、一番、リスクが少ない人というのは、昔ですね、スポーツもやってなかった。で、事故も怪我もない。それよりヘルニアになったというと、多くの場合というか、もうほとんどやっぱり姿勢が原因と考えられるんですね。だからその姿勢っていうのはどういうものかというと、普段生活している時の姿勢、もしくは寝ている時の姿勢、そういったものから来ていることが多いんですね。だから、まずそういったことを改善しないといけない。例えば、その姿勢から来ている人が原因でヘルニアになった場合、一回治っても、その姿勢を続けてると、またその、再発しても当たり前っていうのがね、なんとなくイメージできるかなと思うんですよね。で、それが、いつになって再発してるのかっていったら、もうその個人差はあるんですけども、早い人は1年後、もしくはもう3年後という方もね、多いですし、長く再発しない人はもう10年近く再発しない人もおるのも事実です。ですので、そこですね、分かって、その、考えないといけない。で、あと、もう一つですね、あるのが、どうしても老化っていうのがね、あるんですね。例えば、その、30代の人っていうのは、まあ、仮に30歳としましょう。30歳の人と40歳の人。この10年間の間に、その同じ人は、老化っていうのはこれもどうしても避けれないことがありますよね。30代で1回発生した人の椎間板というのは必ず、その、全くない人に比べて、症状はあるわけですね。なら、椎間板の状態というのはもう完全に問題がないという状態ではないと。で、それがさらに10年を経ってですね、人というのは、これ皆さん同じですよ。代謝も悪くなってしまいますし、どうしても体重が増えたりすることもあるだろうし、体力も悪くなる、弱くなってくるし、で、その椎間板の状態もよりですね、悪化してしまう。その場合によって、骨の変形もより強くなってしまう。なら、
どうしてもですね、悪化しやすくなるというのがね、あるんですよね。ですので、もし再発した場合、2回目の場合は初回よりも治りにくい。で、症状もきつい。で、3回目の人はより症状もひどくなって、より治りにくい。という形で、どん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 ですね、悪化と治りにくさっていうのを繰り返していきます。で、ほんなら手術した後はどうなんねんっていうことなんですけども、レーザー手術、本当に効果はありますよね。ごめんなさい。ない人もいますね。手術したのに、全然症状が変わらないという人もいらっしゃいますけどね。なら、そのレーザー手術した人というのは、再発しないのかというと、これもね、多くの場合、再発しているみたいです。で、うちにも実際にですね、ある人は、レーザー手術を、3年後にもしかしたらまた再発するかもしれないねって言われて、ちょうど本当に3年後に再発したらしいんですよね。で、他にもですね、手術して、その時はほんま良かったのに、1年後に再発したっていう人も来られてます。で、残念ながら手術したけども全然良くならなかったっていう形で来られる人もいらっしゃいます。で、他のね、YouTube でね、頸椎ヘルニアとかね、頸椎ヘルニアってすると、いろんな人がね、術後の経過とかね、出してはる人もいます。で、実際にある人をね、僕も追っかけてるんですけれども、その人なんかは、2回目かな、やるときに、実は2回目なんですよという、あ、2回目なんですか。もううち3回目、4回目の人多いですよって言ってね、MR というところでね、放射線技師の人に言われた人おるらしいですね。で、その人自身もつい最近の動画で上げてたんですけども、やっぱり見ていると周りも何回もやってる人多いみたいですね、と。で、その人は2回ヘルニアのレーザー手術をして、で、もう1回は最終的に骨を削る内視鏡の腱手術をしたらしいですね。で、新しいやつを見させてもらったら、それが一番効果があったかもしれないっていうんですけども、まだ完全ではないということなんですね。ほんなら果たしてこの完全ではないという状態は治ったということにしてするのかどうかっていうのが変わってくるんですけども、ほんなら今の状態からさらに症状がきつくなったら、それがまた再発と考えるのか、もしくは今まででもその完全に治ってない症状が悪化したっていうだけに考える。ここもね、難しいことにはなってくると思うんですね。で、その人は、もしかしたらもう一回ですね、手術をするかもしれない。というような言い方をされていました。だから、手術をしたらね、完全に治るというわけではないと。で、あと、あくまでもね、今お話したのレーザー手術か内視鏡手術になるんですけれども、もしですね、外科的手術、前方固定術であったりとか、後方固定術とかやった場合、その場合の再発っていうのはね、ちょっと僕は正直なところ知らないんですけれども、ただ、それで良くならなかったであったりとか、より痺れがひどくなったとか、あと、そういう話はね、やっぱり残念ながら聞くのは事実です。実際にここに来られた人で、周りで何かそういうのを見てるとか、聞いたりするんで、自分はもう絶対に手術はしたくないっていう人もおったし、あと、実際に電話かかってきたと思うんですね。今はね、ボルト入れてる人はもう受けませんって書いてるんで、最近はないんですけど、以前は、その手術して、したんやけども、痛みが消えないと。で、手術して間もないっていうことで、ボルト入ってますかって入ってるっていうことだったんで、もう、ちょっとうちではもうどうしようもないですとお断りした経緯もあったんですね。ですので、手術が完璧ではないし、手術をした後、良くなったからといって、それが再発しないかというと、そうでもない。ということになってきますので、ヘルニア頚椎症というのはもう、最初からですね、再発することがあるというのはね、分かっといた方がいいかなと思います。ごめんなさい。こうやって喋ってる間にね、思い出したんですけども、ある人がね、来られて、最初の時にね、再発するんやったらもうここで受ける意味がないって言い張ったんですね。じゃあ意味ないですよ。っていうのは、必ず再発しますって逆に僕は言いました。今までの話を聞いていただいた通り、分かっていただけると思うんですけども、再発しないっていうのは、これ絶対言えないんですよね。だから再発しない確率と再発するリスク、確率どっちの方が高いか。絶対に再発するリスク、確率が高いんですよね。
ですので、もしですね、当院に来られて、まあ同じような感じですね、再発し、絶対しないっていうのを求められるならば、これはうちではもう不可能ということしか言えないし、もうその場で帰ってもらう方がいいと思うんですね。ですので、再発するっていうのは、もうそこまでね、可能性は高いということをご理解いただいた上で、今の症状を受け入れてもらった方がいいし、今後の、治療をね、していった方がいいかなと思います。ということで、ね、ちょっと長くなりましたけれども、結論として、頸椎変形、頸椎症は、再発するリスクは十分にあります、ということです。ですので、こちらの方にね、来ていただいたときによく、まあ全員ではないですよ、お話しさせてもらうのは、症状が治ったら、今度は、の症状が起きないように、メンテナンスするのがより大事ですよ、というお話をさせてもらってます。で、それに同意していただいた方はメンテナンスをしていただいてますね。で、しない方はもちろんね、その後というのはもう知らないですけれども、また再発してるんじゃないかな、というのは思います。それでは以上です。ぜひですね、チャンネル登録、ボタンをお願いいたします。失礼します。